とりあえずこっちに秒針逃げてたからこっち行けかな。あ、暗っ。ライターだ。あれ？やばい、もうないか。ごめん、イブ。オイル切れたみたいだわ。とりあえず一旦出ましょう。これで襲われたら逃げ切れないわ。むむ、じゃあ何か光源が。あ、こっちは見える。んだ。なんか変な音がする。右側のやつから、また白割りくんみたいなやつ。あ、違う、上か？なんだ、光っ、なんだ？絵には心を、作品には魂を。なんだこの絵、なんかコナン君みたいな。失敗作。失敗作でも額縁に入れてタイトルつけるのね、変なの。本当の意味で失敗作なんだろうか。テントウムシは壁に留められている。これって標本かしら？ほら、図鑑に載ってるの見たことない？でもこれ虫、本物じゃないわね。よくできてるわ。ちょっとでかいもんね。蜂が壁に留められている。クボが壁に留められている。晴天の彼方。なんか飛んでない？なんか飛んできてる。なんかピュンピュンピュンって。これに当たんなってことね。蝶々は壁に留められている。どういうこと？わ、怖っ。ああ、あれは大丈夫なんだ。わあ、これも蝶々？あ、あのバラ、黒いバラを飛べば、踏めばきっと OK なはず。今です。よし。囚われの炎。ねえ、これって他の違って動いてない？え、じゃあ針を抜いてあげる。ポン。パタ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 。で、針抜いてもう飛べるんだ。恩返ししてくれよ。蝶々が飛んでいってしまった。こっちは？これは別にいいんだ。さあ、これで何か動きがあったはず。あ、いた。蝶々、観察してみる。蝶々の羽が火のように揺れている。火の蝶、火の鳥ならぬ。おいで。小さな蝶がついてきた。小さな蝶、蝶々、火のような羽をしている。触ると少し暖かい気がする。お、わ、コナン君出てきたんだけど。これ絶対悪いやつじゃん。あ、怖っ。しかも入り口陣取ってやがるな、こいつ。あ、やべ。こっち来たな。来たけど、見えてないのか？なんか襲っては来ない？え？敵か味方かわからん。なんか襲っては来ないから敵じゃないのかな？ちょっと一回セーブして接触してみるか。やっほ。いったら食らうじゃねえか、やっぱり。クソが。もうい、火の蝶々さん手に入ったから、ここ見ちゃうもんね。イブ、そこは真っ暗だしよ。入っても何も見えないわよ。明かりか何かあればいいんだけど。え、蝶々で行けばいいんじゃないの？ダメなの？この蝶々の羽、不思議、火みたいにゆらゆらして見えるわ。あ、なんか絵変わってる？キャンバスの中の光源。おお。絵を持っていく。蝶々がろうそくの先に止まって火がついてるように見える。これでいいんだ。そういえば、ろうそくの絵が本物みたいに明るい。これなら足元くらいは見えるかも。気をつけて進みましょう。でもやっぱり怖え。蝶々もう少し頑張って。見えねえな。くちゅっと音がした。ああ。これは首のない象だ。象の首がない象。あ、なんかくちゃっと音がする。やだ。嫌な音。ああ！びっくりした。イブ大丈夫？ギャリーの声にびっくり。ああ、ごめんなさいね。驚くとつい叫んじゃって。むしろあんたはよく叫ばないでいるわよね。逆にビビりすぎて声出てない説。まあ、なんかくちゃくちゃ音がする。やらしい音。どんどんこっち側に行かなきゃ。うわ、あ、いた！秒針くんだ！お前じゃい。足元で何か動いている。観察してみる。ちょっちょっ。目の部分から手のものが入っている。怖いな。気持ち悪いな。なんかいきなり手出したら襲われないかな。なんかアイテム他にないかな。恨みの正体。暗くてがよく見えない。ろうそくの絵を掲げる。うわあ、なんだこいつ。ヒャオーふわっ。それだけ。あ、あ、動いてる、来てる気がするよ。
なんかあいつ動いてる気がする。ぶどうしゃぶりりのぶどう、ワインとかに使える果物ね。これは別に見たりしないんだ。とりあえずじゃあ触ってみるか、こいつに手を出してみる。おお、怖いよ。細長い何かが頭に乗ってきた。ちょ、イブ大丈夫？え、別に痛くはない、しがみついてるだけ。本当に大丈夫なの？まあ敵意がないならいいんだけど。でもそれどうするの？このまま連れて歩くわけにもいかないし、とりあえず一旦外の部屋の外に出て明るいところで外しましょうか。なんか装備アイテムになってしまった、飾りみたいに。イブ大丈夫？痛かったらすぐ言うのよ。ちゃっちゃっちゃ、まったく妙な真似したらすぐに引っぺかすからね。ああ、こんな感じになってる。装備品みたいになってんな。あとは恨みピクチャー君が僕を襲ってこなければいいんだが。あ、でも普通に出れた。よかった。あ、離れてくれた。あ、また自分から。お、いけるようになった。押せるね、これで。持っていた絵のろうそくがいつの間にか燃え尽きたようだ。蝶々と思ったら蝶々は大丈夫だった。ありがとう、蝶々。秒針予定位置に取り付けるはできた。動力の石を正しく並べ、前年前を枕切ろう。あくびれちゃった。秒針が戻ったから、あとは2の動力の石を正しく並べ、前前を枕ね。動力の石ってのはそこの壁にあったと思うんだけど、正しくったってどう並べればいいのかしら。それな、全然そのヒントがわからん。おお、色が、あ、何これ、色々ある。色だけに白、緑、紫、赤、茶、黄、青、結構あるな。時計の下の石、不思議な形はね、2つの耳がついてるみたい。耳か。耳。お、ああ、呪いくんじゃん、これさっきの。やだ、今早く離れましょう。明るいうちは非常にどうも要注意。今はなんか活発に動いてるし、中国に従って近づかない方がいいかもね。ここを読んでればさっきやられなかったのに。つまり暗くなることがあるのか、今後。これかな、色合い的になんか。あ、そうだな。だって上の、ほら、なんか、ねえ、とんがりみたいな2個あるやつ、これと一緒だ。ということは、さっきの絵が何色だったかか。つまり、赤、青、黄、紫。で、あの、あ、色が、これが緑か。はい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 。巣の、アリの巣がね。ちょっと忘れた。赤、青、黄、紫、緑。待てよ。赤、青、黄、紫、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 青、黄、紫、緑、これだ。で、ゼンマイはこうかな。やったぜ。あたりが暗くなった。あ、これでさっきのあの、俺を殺したあの、お花ちゃんのところがいけるのね。オッケーオッケー。うわぁ、コナン君出てきた。うお、わしを探しとる。あ、休んでるわ。よし。で、ネクストステージ。社交界の情報。ああ、すげえ拍手。とりあえず右から行っちゃったけど、左なんかいる。何の絵だろう、あれ。わかんないな。とりあえずこっちか。むむ、なんか不気味なオブジェがあるぞ。感情の女。ああ、これ女の人なんだ。イナバウはすごいやってるみたいな人になってる。深海に溺れてしまえ。え？溺れさせられちゃうってこと？わあ。なんか、なんだこれは。死後の仰せ。死後の仰せですって。仰せって何？ん？仰せっていうのは、好きな人同士がこっそりやみたいな感じね。え？なんでこっそりやんのって。なんででしょうね。いろいろとあるんじゃない？まあ大人にはいろいろあるのさ。弾力のある石、ちょっと触ってみたい気もするわね。ボヨンってなんのかな、これ。なんだろう、すごい。
飲み込める夜。すごいわね、変な作品もいいけど、こういうのなら好きかも。イブはこういうの好き？好き。そっか、ふふ、私も好きよ。なんか綺麗だものね。この空みたいなのどうやって見てるのかしら。確かに。広い、それになんて大きな作品なの？デカめ作品ゾーン。そしてなんか、トムとジェリーのジェリーがいそうな穴が。壁に小さな穴が開いている。壁にも穴はあるんだよな。心許されたもののみたどり着ける。どういうことかしら。どういう意味？特にない。ということは何かやってからじゃないとこの部屋は意味がないのか。まあ穴があるしな。あ、穴はこっちにもある。散らばりし海外のかけらを3つ以上見つけぬもの入る資格なし。ほう。ああ、だこの辺のやつを集めたのかな。隠り先飾られている作品名も書かれていない。余白の美。余白の美ね。なんとなく手を抜いているようにしか見えないけど。キュビズム。見てると少し不安になる絵が載っている。前衛芸術とその歴史。前衛的。中のページがほとんど破り取られた日記がある。アヒンは開演した一点の見えてしまう。ところどころ文字がにじんで読めない。これ直筆だわ。ゲルテナが書いたのかしら。残りの日記も気になるけど、なんとなく見つからない気がするわね。ゲルテナ作品集。目？目？目に関する作品集のようだ。最初の方を読む。悟り。人の目を真横から描いた絵。ゲルテナの没後に自宅から発見された。キャンバス全体に木炭が擦りつけられているのが特徴で、残念ながら絵に若干の損傷が見られる。目シリーズってことね。真ん中、寡黙な視線。緑一色の中に2つの目だけ存在する絵。ゲルテナが学生時代に制作したもの。この作品を後に彼の在学していた学校へ寄贈されるも、数年後に行方が分からなくなっていた。噂では学校関係者が持ち去ったとのことだが、真偽は定かではない。この作品には写真が載っていない。じゃどうなのか分かんないのか。最後の方へ。嘆願の微笑み。これ絶対やべえやつじゃん。一つ目の女性が描かれた不気味な絵。当初は両目が描かれていたと言われている。この作品は展示していた博物館から盗まれるのも、翌日戻ってきたという話が有名であろう。そうなんだ。あれやべえな、最後のやつ。あれ襲ってきそう。作品の絵がある。作品名は書かれていない。どうしてプレートがあるのかしら。タイトルは空白なのかしら。ん？どうしてプレートがあるのにタイトルが空白なのかしら。これさっきの場所じゃねえの。布がかかっている。うわぁ。やだなぁ、もう。終作、嘆願の微笑み。目を凝らしてみてごらん。生命を持つのは誰だろう。じゃあ、この中に動いてるやつがいるんだな、きっと。なんかこの中から間違いを1個見つけてください。その時間であなたの IQ が分かりますみたいな、なんかそんなノリを感じる。いたー、真ん中でも見つめる。じーカタカタカタ。うわー危ない。あー襲ってこなくてよかった。ある意味襲ってきたけどびっくりした。本体が落としてくるな。反則よ。何かしら。これタイル、映画のタイルを手に入れた。赤い AI で絵画。ほーん。わ、消えた。なんか絵の具玉の時と似てる。これは持たないタイプなんね。ここでなんかハマってんのかな。あ、なんか1ピースだけ揃ってんな。全部集めたら。え、あと6つぐらい。てか5つぐらいあるのか。扉が全部で6つ。つまり部屋が6つあるってことか。もしかすると各部屋にさっきのタイルがあるのかも。ちゅうわけやな。これ違う。あ、こっちにもある。うおお、なんだここ。変な人形じゃないけど、変ななんか棒人間みたいなのいるけど、あの赤いやつ絶対やばいやつだ。黒で書かれた我の中身を戻せ。クロッキーブックって書いてるわ。これもゲータのものかしらね。クロッキーブック？クロッキーって確か短い時間で絵を描くことじゃなかったっけ。それ用のノートはクロッキーブックね。ほーん。あ、リップ。不眠症の死者。この黒いやつも触れたら、黒いやつはいいんかな、赤いやつがやばいんかな。いや、あ、黒いやつをむしろ拾えばいいのか。何このパックマンみたいな。だから赤いやつは多分襲ってくるというかダメージを食らうから当たらないようにってことか。メールを抜け出すコツ。壁に片手をつきながら進んでいけばいつかゴールにたどり着ける。ことはいいんだけど、ここ妙に天井が低くて参っちゃうわ。おまけに寄ってくるやつもいるし。朝道にならないように気をつけなさいね、イブ。ああ、確かに。
これはたくさんいるけど足はあまり速くないわね。よし。あ、なんか持ってるやついる。なんだなんだそれ、なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ。ピュッ。なんかこれ、え、なんか触れないんだけど。なんだとこれ。うお、赤いやついる。シュー。ピュー。これで全部揃ったか。首から下が枯れた枝。未完成の少年。プレートも剥がされちゃって、ほんとやりたい放題ね。色のない花々。これ何？ひよこ？ヤトピ？黒い人たちを入れてみる。捕まえた黒い人たちをノートの上で話した。わあ、めっちゃ遊んでる。パタン。クロッキーブックは閉じてしまった。あ、なんか来た。絵画の態度を手に入れた。閉じたノートはかすかに動いている。わあ、なんか来てる。あれなこれ。え、ついてきてる、もしかしてこれ。これ襲ってこようとしてる？鳥さんだよね、これ。これ食らうのかな？この鳥はさっきのやつらの仲間ってわけじゃないのね。あ、びっくりした。ああ、なんとなく思ったけど、やっぱそうなんだ。この穴が、あの鳥さんが通れる穴なんだ。ほーん、かわいいじゃん。じゃあ、こっち来るとなんかあるのかな？チュ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 。ん？だだだだだだだ。鳥さーん。あ、なんか鳥さんの絵が増えてる。あ、なんだろう。お友達？それともなんかカップル？温かない場所。ここにお家があったのね。ピン。あ、よかった。絵画のタイルを手に入れた。これで3つだな。ねえ、なんか汚れてるよね。なんか汚れてない？広間の入り口のところ。どういう意味？で、これで3つ揃ったから、これ何台なんだろう。とりあえず、ここが確か3つで開くって言ってたよね。はい、3つ以上って言って。これで入れる。うお、なんかやばそうなのがある。口があるや、あの、なんだ？箱みたいな。誘う宝石箱の魔靴。宝石箱の魔靴やー。額縁にピストルと掘ってある。額縁にクラゲと掘ってある。三つ目。筆。台座にカラス。踊る女。矢印。魚。おい、おめえ、俺と遊べ。何をして遊ぶの？よし、それなら、美術品の配置、完璧にしてみろ。完璧になったら、俺に話しかけろよ。もし完璧じゃなかったら、どうなるのよ。噛む。あ、そう。壁にルールがある。それを見て推理しろ。わあ、出てきた。わあ、完璧な配置。三つ目が踊る女を見ている。カラスはピストルの一番近くにいる。クラゲは遠くに魚がいるのが見える。踊る女の足の方向に宝石箱がいる。魚と矢印は見つめ合う。ピストルは間近で三つ目を撃とうとしている。矢印は遠くから筆を刺している。魚は四隅が嫌いだ。ぐー。なるほど。なんとなくわかるような気がするが、ちょっと考えてみようか。ルールのようだ。あ、これここで変わるんだ。あ、で、これは押せるのね。よし。じゃあちょっと考えてみましょうか。Thinking time。まず三つ目が踊る女を見ている。だから、この絵画の先にこの踊る女がいなきゃいけないんだけど、ただね、この三つ目がさ、これでこの3箇所まで移動できるんだよね。だから正直このどっかの3つになるから、まだこれだけだとわからない。でカラスはピストルの一番近くにいる。カラスで、これも一緒だね。結局この3つのどっかになるんだな。でクラゲは遠くに魚がいるのが見える。遠くに魚か。クラゲも移動できるからな。踊る女の足の方向に宝石箱がいる。あ、これは重要なんじゃないか。足の方向にか。多分だけど、こうパーンって足上げてるから、その足の方向って意味かな。ってなると、踊る女はここってことかな。ちょっとそこをまず配置してみるか。こんな感じで、こうなるとさっきの3つ目がここになるんだよね。ピストルは間近で三つ目を撃とうとしている。ああ。じゃあ多分1これでいいんだな。
ピストルの方向はこっちだから見つめる等としてるっていう意味で、さらにこれで絵の位置は OK なはずです。でカラスはピストルの一番近くにいるだからここだと思うんだよね、一番近いから。あ、離れちゃった。でクラゲは遠くに魚がいるのが見えるってなると、魚はでも四隅は嫌いだから端っこまではいかないんだけど、この辺ってことなのかな、それとももっとこっち側なのかな。うん、魚と矢印は見つめ合う。あーってことは矢印は筆を刺してるからここにいるんだよね。だけど魚と見つめ合うからここなんだわ多分。で四隅じゃないからここね。お、これだいぶできたんじゃないか。ちょっと一回考えよう。三つ目が踊る女を見てる、カラスはピストルの一番近くにいる、クラゲは遠くに魚がいるのが見えて、踊る女の足の方向に宝石箱がいて、魚と矢印はまあこれ見つめ合うっていうのが見つめ合ってて、ピストルは間近で見つめを撃とうとしてて、矢印は遠くから筆を刺している。で魚は四隅が嫌いで四隅にはいない。宝石箱くん、これがアンサーさ。なんだ、完璧にしたのか。あんたって俺はここから動かないから他の動かせよ。あ、そうそう、宝石箱ってのは俺のことだ。というわけで、できた。よし、完璧かどうかチェック。ドゥ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 ルジャン。開いて。噛み応えなし。そーん、俺間違ってましたか。逆に踊る女はこっち側だったとして、そうするとここが入れ替わって、でクラゲがここになって、カラスがここになって、じゃあこっちのが正解かな。どうですか宝石箱さん。できた。よし、紙かどうかチェック。ドゥルル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 遠くだもんね。でも四隅じゃない。ああそういうこと。あ、だからそもそもここまでやりたかったんだけど、魚をこっち側にクラゲ置いてるパターンだと四隅になっちゃうから違うぞという。あ、じゃあこれが正解だわ。はいはいはい、できちゃった。ドゥルル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 。あ、タイルだ、イエーイ。腹の中スースーする。なんかくれ。いや、バラは渡せないな、何もない。あ、そうバラってねえ、イブ少しだけ休憩しない？する。そうしましょう。私もたくさん歩いて疲れちゃった。ふう、あー疲れた。足が地面と一体化してるみたい。あんたも今のうちに休んでおきなさいね。やば、座ってると本当に寝ちゃいそう。イブ、一人で部屋を出ないようにね。ちょ、寝ちゃダメだよ。ギャリー、ちょ、わーな、ギャリー、起きて、ギャリーは目を覚まさない。揺れも収まったんだけど。あ、なんかここに光ってる本がある。不思議な香りのする本がある。タイル、欲しい？こっち来て。わー、あ、なんか隠れちゃった。絵の中にカーテンが揺れている。絵の中のカーテンが揺れている。開けてみる。ファサー、あー、ファッ、